海吉満寺本堂を三門から見る海吉満寺は山梨県甲府市善光寺にある浄土宗の寺院。三号は定学山。正式名称は定学山上寺院善光寺と称する。長野県長野市にある善光寺をはじめとする各地の善光寺と区別するため外善光寺と呼ばれることが多く、甲州善光寺、甲府善光寺とも呼ばれている。所在する甲府市善光寺は、 甲府盆地北園に位置する。周囲には、板垣山や、大笠山、あたご山などが近接し、高倉川など消火線が流れる。一帯には、善光寺北遺跡、北原遺跡など縄文時代の遺跡が、わずかに分布するが、甲府盆地北園地域は、古墳時代後期に開発が進み、横穴式石室を持つ、群衆墳が分布する。また、平安時代から、 中世の遺跡も分布しており、付近には、甲府市坂織の坂織宮や甲府市東高寺町の東高寺など、古代、中世の寺社が分布する。板垣号は海運軍の内山梨軍に属し、中世初頭に表門里から分離して成立した。平安時代後期に海国へ土着した海、源氏の一族の内武田氏の勢力範囲で、武田信義の子、謙信が本拠を構え、 板垣聖を称した。海の国史によれば、善光寺三丁目の寺、殿屋敷は、謙信の館跡とする伝承がある。武田氏の一族、海の一条氏の領下一条号にも近い。戦国期には、甲府市東高寺,の東高寺、東甲府吉光寺、甲府市坂折甲府市国玉一帯を含む地域であったと考えられている。近世には板垣村となり。 甲府市然工寺一の三丁目、全工寺、上等三丁目、五丁目、浅木一から二丁目、里吉一丁目、砂田町、坂織三丁目の地域を含む。1875年には里垣村の大技な。1937年には甲府市然工寺町となり、現在に至る。武田神殿市内の吉光寺海の全工寺は、永六元年、海の国国主。 武田信玄によって山梨軍板垣号に創建された。海んは品野義光寺大本願37世の鏡空。高城佐伯によれば戦国時代の大英3年6月10日、大英7年7月8日には海守護武田信虎が品野義光寺に参拝している。信虎は当時敵対する海の有力国衆や他国勢力と 構想を繰り広げており、品野義光寺への参詣は信虎が国内を留守に、できるほど会の統一的状況が生まれていたとも評価、されている。また、信虎個人の宗教的動機のほか、大英4年2月には、上野国の関東官令、上杉則りと相模国、北条氏綱の構想に介入して、関東へ出兵しており、大英7年6月には、 シナノ作軍の友の情景を援助するために国外へ出兵していることから政治的動機も指摘される。天文10年6月14日には信虎着難の春信が信虎を追放し、家督を相続する。春信は天文年間からシナノ進を本格化させ、北シナノの国衆を庇護する越後の長岡ゲトラと衝突し、北シナノにおいて五時にわたる川中島の戦いを、 繰り広げる。天文24年7月の第二次合戦では、戦火が、品の義光寺に及んだ。全光寺別島の初代、栗田長都は、天文12年の武田氏の北品野信仰では、長岡影虎に属していたが、勝山紀によれば長都は、武田氏の支援を受け、旭日山城に牢城して長岡と戦っており、これ以前から、武田氏と接触があったと考えられている。 勝山記によれば、天文24年7月23日には、村上の力を、高梨正よりが、長尾影虎を、頼り越後へ亡命すると、品野へ出兵していた影虎は、同日に、善光寺へ陣を張った。勝山記によれば、これに対し、武田晴信は、旭山城に牢上する栗原市に、平三千、弓八百丁、鉄砲三百丁を支援した。 勝山記によれば、同年改元後の工事元年ルー10月15日には、駿河国、今川義元の仲介により、武田、長尾官の和睦が成立し、上杉法の城は破局され武田、上杉双方は撤退し、第三次川中島の戦いは終結した。影虎は、第三次川中島の戦いの終結後、信濃義光寺、大未堂本尊の善光寺如来や寺法へ越越え、 持ち帰り、永禄初年頃には直江津に、如来堂を建設した。これにより直江津は、信濃からの居住者が居住し、町場として発展している。なお、影虎が越後へ持ち帰った、善光寺如来は本村像ではなく、本村像は、旭山城へ牢城した栗田氏により避難されていたとも考えられている。これに対し、春信は、光寺三年二月十五日に、 品ナ義満寺北西の水内郡、桂山城を落とし一帯を勢力下に置くと、全光寺別島の栗田博久に命じ、品ナ義満寺本尊の阿弥陀如来像や寺宝を、開国甲府へ移転させ、栗田氏らも甲府へ転居した。全光寺別島栗田氏も武田方と植え過ぎ方に、分裂している。春信は、品ナ義満寺本尊の全光寺如来を、品ナ作軍根津に移すと、 三年後の永禄元年に会へ持ち帰っている。公衆市演山、工学寺の演山工学暗証年代期、永禄元年上によれば、同年9月15日に全工寺如来は会に到着し、会の領民は狂気したという。また、大台記期では全工寺如来は同年9月25日に到着したとし、 同年10月3日から、板垣号で不審が開始されたことを記している。英六元年の海義光寺創建には、品野義光寺の37世移住職、教空商人が本願主になっている。同年には、栗田長都も板垣号に移住し、大志城に在国領を与えられ、英六8年までに死去している。海義光寺の造営は長期にわたり、善光寺如来は、 仮堂に収められ、A68 年に本堂が完成し、入り仏供養が行われたという。その後も、元気年間に至るまで造営は続いた。三成住職は、西誉空園で、A61 年に、朝比奈康史博の母が寄進した浄土マンダラズの補修を行っている。天正10年3月には、織田信長、徳川家康連合軍による武田聖伐が行われ、 武田勝頼は滅亡する。信長は戦後に残党狩りを行い、甲府で多くの武田家臣を処刑しているが、公陽軍艦等によれば、海義満寺では、勝頼伊母帝の桂山信貞、軍内領主、小山田氏の当主、小山田信重小山田一族の小山田八左衛門の城、山形同心の小菅五郎兵衛らが処刑されたという。武田氏の滅亡後、 信長嫡男の織田信忠により禅光寺如来は、美濃国岐阜上城,城下に移転される。同年6月に、本能寺の変により信長、信忠親子が討たれると、禅光寺如来は、信長継を信夫により、尾張国吉宗城城下へ移転される。さらに、天正11年6月には、禅光寺如来は、徳川家康により三河国吉田、東と海国浜松を経て、 海義満寺へ戻された。京都では、文禄五年うる七月十三日に発生した、慶長伏見地震により、東山、宝光寺の大仏が倒壊する。慶長二年七月には、豊臣秀吉の要請により、大仏の代わりとして、善光寺如来が京へもたらされ、同年七月十八日に、大仏殿に安置された。慶長三年には、品野義満寺へ戻されている。 江戸時代には、浄土宗に傾していた徳川氏の庇護を受け、浄土宗公衆触れ頭となる。江戸時代中高期には、海の国古籍村丸畑出身の菊井像、木敷が海義満寺を訪れる。木敷は諸国を開国し、木敷フッツと呼ばれる多くの木像を残し、完成12年には、日本一周を達成し、故郷の丸畑で四国道を創建している。 目的は裁判年の文化5年4月に、甲府市上等の京安寺において七観音を制作したのを最後に記録からは見えないが、海義光寺に伝来する阿弥陀如来図は、文化5年3月21日の作で、阿弥陀如来の図像の他六種の和歌が記されている。全校寺町は、中世紀に、 海義満寺の混流に伴い計画的に成立した門前町で中世の武田城下町、近世の甲府城下町に含まれ、中世から近世へと連続的に継承された町場として知られる。前行寺町は海義満寺の創建に伴い建設された計画的な町場で、品野義満寺町と海義満寺町は寺庵の構成や本町と横町による、 t 字型の街路構成や規模などの点で共通性を持つことが指摘される。近世期における全工事の境内は、本堂を取り囲む武装屋敷や立中が立地している、如来敷地と参堂、本堂北側の本坊、栗、書院などが所在する本坊屋敷、三門街の三門街坊社屋敷、白馬釜屋敷からなる武装屋敷、及び高地や山林で構成される。 海義満事文書に含まれる慶長6年の廃稜免居地の面積は1364坪と13500坪の2種類の数値が記録されており、校舎は参道の面積を含むものであると考えられている。また、元禄3年の町絵図によれば、甲州街道から参道の入り口には木戸が存在していた。戦国期には天正9年、 武田勝頼定め書きによれば、前光寺町は、前光寺別島、栗田氏の支配で、町屋敷は諸役を免許され、近世期の上宿の前身となった上町では、門前市が開催されていたことが記されている。天正期の徳川家康、橋場秀勝、加藤光津康らの寄進場、文禄三年、浅野吉長寄進場などがあり、戦国期、近世諸島の天正から文禄年間には、 全校寺町一園が全校寺の所領であったと考えられている。慶長6年の全校寺町屋敷町によれば、戦国期の全校寺町は、本町に大規模な短冊刑事割の屋敷地が近室に分布している。屋敷地は三門内にも分布し、この点は後述の状況期の町並みに見られるに、極文化が起きていないことが指摘される。近世後期における全校寺町は、 文化三年、甲州道中文献絵図によれば、甲州街道から分岐する山道に沿って、門前町が再形成されている。門前町は三門前のや宿、木戸の配置された、元宿、木戸外にあたる街道沿いの板垣村から構成され、天正、文禄期と異なり三門付近と甲州街道沿いに分離した空間構成を特徴としている。こうした景観は、 元禄三年の町絵図でも同様であり、17世紀後半段階から形成されたものであると考えられている。また、上京元年の県地町、甲州万力金万柿村五県地によれば、三門内の具装屋敷が、全光寺境内地に含まれているのに対し、三門外、木戸内の上町、本町は板垣村に含まれ村方支配となっていたことが確認される。 文禄期から上京期にかけて、全校寺町は分離し、屋敷群が三門前と街道沿いに2局分化していたと考えられている。屋敷地割は、全体的に、氷間口が狭く奥行きの深い短冊掲地割が多いが、屋敷規模は、甲州街道沿いよりも上宿、元宿の方が大きいことが指摘される。住民構成に関しても上宿、元宿は、 屋敷規模の大きい都市寄り層や大工棟寮など有力町人が居住するのに対し、山門内には屋敷規模が小さく、善光寺に具部する愚層、平坊図層が多く居住する対比が指摘される。江戸後期の会の告知し会の告史によれば、こうした門前町の空間構成は、甲州道中の整備に伴い山道付近の本郷と呼ばれる地域から住民が、 街道沿いに移住したため形成されたという。昭和初期の本堂本堂入り口本堂内部現在の本尊は銅像阿弥陀三尊像である。これはかつての本尊の全立像であったが、この本尊が品野義光寺に再度移されるにあたって新しく本尊とされたと伝わり、昭和48年6月6日に重要文化財に指定された。秘仏であるが、 平成9年からは7年ごとに会長が行われることとなり、現在に至る。重要文化財としてはその他に、文禄年間に統治を収めていた浅野長政が、それぞれ現在の甲府市中心部の光造寺と、現在の韮崎市の大仏堂から移したものと伝わる、木造阿弥陀三尊像を2組がある。これらは、明治39年、重要文化財に指定されている。 当時は以上の他に山梨県指定文化財4件、甲府市指定文化財8件を含む多数の文化財を所有している。これらの文化財の一部は境内に昭和57年に建てられた宝物館で公開されている。2005年11月1日から2006年3月19日には山梨県笛吹市三坂町の山梨県立博物館においてシンボル展、 重要文化財全工事、阿弥陀三尊像が開催された。浅野長政が寄進した木造阿弥陀三尊像を展示した企画で、これに際して、同博物館の考古学や保存科学、美術史を専門とする学芸員の共同研究により、像の調査が行われた。X 線撮影装置を用いた被破壊検査により、観音菩薩像の足元付近、 生死菩薩像の顔部に円形平板状の納入物が発見された。納入物は画像解析から鏡の紐、文様の映像が認められ、和経と判明した。観音菩薩立像内の和経は無縁、無権の円鏡で直径8センチメートル前後と推定され、同じ形式の和経よりも小さい。中心部の中には紐を通すための穴がある。 周囲の中座には放射状に、花弁文様が巡り、花弁文様は斜めに連続して、風車状となっている。このような形式は12世紀中央、後半に特徴的な霊気草中と呼ばれる。周囲の文様は、萩やススキなど秋の植物、飛翔する鳥などが描かれ、古代から中世前期の和郷に多い、秋草草長郷と見られている。 静止菩薩立像内の和鏡も同様に無縁、無縁の縁鏡で直径は同じく8センチメートル前後と推定されている。中心には宙がある。宙座外縁には花弁文様があり、12世紀から14世紀に特徴的な数ズ座宙と呼ばれる。宙の周囲には、下方に流水分、水草、右側上部に女が鳥とも見られる飛翔する鳥庭が描かれ、 水槽流水槽長鏡と判断された。像内から発見された和鏡は同形式の和鏡が直径105センチメートル前後である子に比べて小さく、また同形式の和鏡が探検で外縁に沿って縁取りされていることが多いのに対し、発見された和鏡は無縁、無剣であることが特徴であると指摘される。また、鏡面と中座の比率も 同形式の和鏡と異なり、文様展開も外部で切断されている点が指摘される。このため、発見された和鏡は本来は、上、有権であったものが納入に際して加工された可能性が想定されているが、2007年時点では、類例の所見がなく、その背景は不明。仏像体内の納入品は古代、平安時代後期から鎌倉時代にかけて盛んに行われ、 様々なものが納入された事例が見られる。鏡の納入は、現在、京都府京都市右京区佐賀に所在する、清涼寺の本尊である、釈迦如来像の事例が知られる。これは、う伝ん大しぼ像の母国で、日宋した、東大寺像長年の依頼により、北宋、陽広氏2年に制作された。銅像は像内に、多数の納入品が収められていたが、その中に、 戦国水月観音共像が含まれる。以来、像内に鏡を納入した事例は、平安後期から鎌倉時代にかけて多数見られる。鏡は古くは古墳の副葬品としても出土し、古代には自社の沈段具としても用いられていることから、樹実的意味合いがあると考えられている。密教においては、満月の姿を菩薩神に通じるものとして、仏像の胸部に、 月輪の納入が盛んに行われた。鏡もこれと同様に、ふつの本体、ふつの心の象徴と解釈する思想があったとする説もある。一方で、納入品は、ふつの魂の象徴としての意味の他に、ケチ者ゆかりの遺品を納入する事例もある、ことから発見された和凶納入の背景には、双方の可能性が考えられているが、像内には、 他の納入品が見られないことから、前者の可能性が指摘される。海義光寺には、灯籠仏と呼ばれる仏像が伝来している。これは、造高5センチメートルほどの和光三尊、阿弥陀如来像で、普段は灯籠に収められ、秘仏として扱われている。江戸時代に、海義光寺で発行された縁起によれば、願い事を占う際に用いられる仏像で、海義光寺発行。 年味章の一枚すり、禅皇寺灯籠仏演技、教法七年の写本、紅葉禅光寺略演技、不灯籠仏略演技によれば、願い事が叶うなら重くなってくださいと念じて、持ち上げると、願い事が叶う場合には重くなり、叶わない場合は軽くなるという。灯籠仏の存在は、宝永三年のお牛空い、懐中紀行に記され、甲府藩主、柳沢鹿神であった、お牛空いは、 法永2年9月14日に、田中祥吾と共に、海義光寺を訪れ、灯籠物を実験したという。法歴2年の甲府金板子、野田正法、恨み寒話においても触れられ、灯籠物の拝見には金銭を徴収していたと、記されている。他、天明年間の鏡園、清紅葉随筆、文化11年の、海の国史、海江3年の宮本貞大 貝の手振りなどの随筆、知種類にも存在が記されている。幕末には、河栄年間の大森海安、貝の早期において触れられている。文学では川流において、法歴8年の川流評判句号で、軽いことかな、軽いことかなの前句に続いて、気象より、灯籠物で深くなりと読んでいる。川流の句集である、風柳るには、物を読んだものが種あり、 文政6年の78編では、とぼされもせず持ち上げると、うほふつ。文政8年の87編では、灯籠物何の願いかこけ持ち上げがある。また、文政8年に発演された、鶴屋南北、東海道四ツ谷階段の序幕におけるセリフに、灯籠物が登場する。序幕では、薬売りの直助が主人公、お岩の妹、お袖を連母し、 身分違いのお袖をくどく。お袖は身分の軽重を問題にするが、これに対する直助のセリフに、なんだな、軽い重いのと、灯籠仏様へ、願掛けで、もしや足前しと灯籠仏が登場する。このセリフは役者も意味を理解せずに使用していたという。灯籠仏は、歌舞伎や川柳において登場することから江戸においても知名度があり、その背景には、 江戸における出外帳があったと考えられている。江戸における灯籠物の出外帳は、記録に残る限りでは、明暦2年、教法7年、法暦元年、文化12年、天保7年の5回が確認されている。また、河江元年の灯籠村御三第五条京の記では、これとは別に幕末には、毎年江戸や京都における会長が行われてたことが、記されている。 地元においても天保6年の甲府柳町はじめの灯籠仏ご会長を通達にかかる会場を等によれば幕末には会の国内においてもで会長が行われていた。また幕末期に公衆弁で記された廃書、平慶一分集へ、枝原百院では灯籠仏を持ち上げてみずと読まれている。明治6年10月18日には山梨県でへ 藤村志郎が教部省に賓儀し、山梨県庁から山梨軍全工事道路物を持って、吉祥家福を牧するお金図の通達が出され、道路物を用いた占いが禁止される。県の通達により、道路物の進行は推理し、1903年の佐野、道政編、開藩上記では、道路物を本尊の別称と記している。一方で、1897年に、 甲府市坂織に築かれた庭園、不老園では、製品を灯籠物によって占ったという。1919年には、土屋三竿が、甲斐の史跡において、明治39年の内務省による古社寺保存会の宝物調査で、灯籠物の開封が行われたと記している。1925年には、山梨県立第一高等女学の交友会誌、松の調べにおいて、 灯籠仏の伝承が記されている。1936年には、土橋利益が、俗界の昔話集において、灯籠仏の伝承を記している。土橋は、同書よいて、公衆弁では頑固者の意味で、灯籠仏が用いられたとしている。江戸後期の天保12年には、浮世絵師の歌川広主義が、甲府道祖神祭礼の幕絵制作のため、甲府城下を訪れ、甲府近郊。 海の名所のスケッチを行う。広重の公衆滞在期である公衆日記にはこの時のスケッチが数多く含まれ、旅中、心を吠えの18丁、19丁には海義光寺のスケッチが存在する。右ページには海義光寺の前景が描かれ、左ページには11月分の10日間の日記が始まる。下中には、カラカネヌレフツ光寺、石山町ほど、 両側立中、四方、破作りと全工寺式の建築様式の特徴が記されている。大田記念美術館所蔵の江戸金講図社成長にも類似したスケッチがある。初馬の都の概要三代、多川報告には、海義光寺を描いた三枚続きの美人が、甲州全工寺境内の図初馬がある。後日の甲府市個人所蔵本では、出版元は、 地方ど問屋の芝明神前、泉谷一兵衛、署名は、さず、渦に、校長老報告が、中央図には、一要塞豊か国が。年代は、報告の解明時期と伝来した甲府市個人化の課長扉裏に、加永4年とあることから、同年と天保15年の間と推定され、さらに、木の傘、浜の会員の使用時期から、後下4年から加永5年の間と推定されている。 山梨県内では1938年に海中浮世絵展に甲府市の個人所蔵本が出展され、郷土市屋の野口次郎により紹介される。戦後には1967年には郷土市屋の上野聖郎も同じ甲府市個人所蔵本を甲州風土記で紹介している。伝本は甲府市所蔵本のほか、国立劇場に中央図を描いた佐図、さず渦があるほか、 山梨県立博物館所蔵本もある。なお、聖華堂文庫、神の博物館所蔵本では表題を、王子稲荷、初馬祭りの図と改め、東京都北区岸町の王子稲荷神社を描いた図としている。三図の描写三図にはそれぞれ複数の人物が描かれ、さずには婦人に従う、少年、中央図には娘と幼児、渦には虚無像が描かれている。 初馬の図では描かれる人物の衣装がそれぞれ当時の歌舞伎俳優の衣装を表している点が特徴とされる。サズでは反転姿のお歯黒をつけた婦人が左を向き、大きな絵馬を持つ。婦人には、正一村田氏と描かれた上りを担いだ片肌脱みの少年が従っている。婦人の反転の柄は、勝猿で、高下元年に襲名した四代目市川賞、段次を表す。 少年の着物の柄は、火災防止で、役者ではないが、歌舞伎の演目、吉爪千本桜において中心が狐の姿に戻る、才の衣装に使用される。婦人の絵馬には、川の流れる風景と和歌、見果たせば、町の金目の扇橋筒つ九つ流の緑美し、簡単縁と記されている。石川博は、当初、扇橋は、甲府城下、甲斐の国には存在せず、 江戸深川の大木橋もしくは江戸大路稲荷付近の大東川の風景である可能性を想定した。その後、郷土視野の飯田分野により、恨み寒話巻4に記される連尺町から片葉町にかかる大木橋の存在を指摘され、甲府城下の様子を描いた可能性もあると訂正している。作者の簡単円については不明。少年の登りの村田氏について、 甲府買い物読案内では、甲府城下において、村田を名乗る複数の商家が記録されており、甲府お町ちの諸子、村田や幸太郎などが知られる。三代報告は村、田や幸太郎と交流があり、安政以前に甲府を訪れているとされる。なお、甲府近郊の名称を描いた浮世絵には、甲府市大田町の一連寺を描いた、甲府4年から海映5年の観光と推定される。 歌川国よ甲州一連自治内正木稲荷の略図があり、同図でも村とのごくが記されている。かまわぬ中央図では、小曲げたをはき派手なかんざしを刺した娘が右向きで、幼児を背負う。幼児は小さな絵馬を持ち、絵馬には狐と胞子が描かれている。背景には、小一幼児稲荷大名人の上りが立つ。娘の着物は、かまの絵と、と、ぬで、かまわぬと読む。 かまわぬは七代目、市川團十郎と、その一門が用いたもので、江戸市中において、手拭いの模様になるなど流行したという。中央図では、かまわぬの他に、川堀、氷炭ボタン岩井半四郎を意味する。同時代には三代目、岩井久米三郎がいる。江戸後期には二月の初馬に、稲荷参りを行う稲荷信仰が加熱し、特に、 江戸の王子なりの初馬の賑わいは知られる。海義光寺では現在では、初馬祭りは廃れているが、若尾金之助、甲州年中行事によれば、江戸時代には初馬の賑わいがあり、絵馬の奉納が行われたという。また、三大報告をはじめ、浮世絵師も絵馬を手掛けている。鉄道利用の、バイ東日本旅客鉄道中央本線の坂織駅下車。 徒歩約15分。または、東海旅客鉄道見延線の全光寺駅下車、徒歩約10分。全光寺駅の近くからは、全長およそ500メートルの山道が伸びている。自動車利用の場合は、中央自動車道の市の宮三坂インターチェンジ、または、甲府省和インターチェンジからが近い。ありがとうございます。